ってるって言うの。ちょっとほぐす、ね、張ってる時が多い時があるかと思いますので、それをしっかりほぐしよう。どこお辛いとかありますか？大丈夫ですか？はい。前兆関節を、そうですね、前兆関節のそこまでは脂肪のこっちの足と同じ方法で行って、でここでも手を変えちゃっていいんですか？やりやすいようにしてもらって、はい、はい、そうですね、はい、この時にちょっとどうしても脇が離れちゃうし、うん、ちょっとどうやったら力が入るのかちょっと分かんない、うんうんうん、それはまだいいことは、はい、でもこれの方がいいですか？どっちがいいですか、ね、こちらをずっとこうしてそっちの方がいいですね。あ、こっちの方がいい、うん、で、じゃあこれでいってみます。その数中活ので、ここからがいいんでしょうか、この膝の、すぐこの辺から、うん、そうですね、やるんやったらそこからになりますね。それやるんだったら、はい、はい、それから始発ですね。中のね、学校の講義になりますけども。